神殿やってみましょうか。これやるの殺生ですね。これ実況プレイでやるのは初めてなんで、一応も、ね、実機でも持ってますけど。まあまあね。そうか、宝でしたね、そういえばね、これね。僕ゲームボーイ版のね、ネット等身伝はね、実況プレイやってるんですよね。はい。うわ、めっちゃ久しぶりや、これやんの。無限にしとくか。あ、無限ないのか。あ、ゼロでいいのかな。あ、でもゼロもおかしいよな。ゼロか無限か、多分。セットポイントはあれか。まあ、これと、これでいいよね。はい。僕はいつも使ってたのは、これですね。はい。エリス。でももうほとんど技の出し方とかあんまり覚えてないですよ。ポリゴンですよね、絵がね。あ、そうそう、この技あったな。昇竜拳みたいなね。やばいやばい、これ、リングアウトあったよな。倒しました。結構あれですね、結構体力ゲージが減るの遅いですね、このゲーム。このエリスが攻撃力がないってことかな。結構当ててるけど、ヘリがちょっと遅いんですよ。いや、操作思い出してきた。昔やってた時もね。はい、勝ちました。まあ、じいさんか。フォー。等身伝、僕ね、スリーまで持ってたっけなぁ。持ってた気もするしないでもない。持ってたような、持ってなかったような。昔全部持ってたんですよね、等身伝ね。全種類、全シリーズ持ってたんですけど、売っちゃったりもなんかして、今持ってんのは等身伝1だけかもしんないですね、もしかしたら。あ、やられた。等身伝1、2、3全部持ってて、で、セガサタン版もなんか持ってて、で、ゲームボーイ版も持ってるんですけど、今全部はないんですよね。どれか売っちゃってるんですよね。元祖は、このね、元祖は持って、今でも持ってますけど、元祖とゲームボーイ版しか今持ってないかもしれない。2と3売っちゃったかもしれないですね。もうね、安くで売ってますからね、等身伝はもう今はね。あと、トバロナンバーワンとかも面白かったですよね。
いや、この当時ね、こういうポリゴン対戦格闘いっぱい出てましたからね、プレステには。いや、それにしてもね、PS クラシックの導入ってね、ソニーがわざと仕込んだんじゃないかなっていう僕は気がするんですよね。それはこういうになることを分かってて、ソニーがわざとね、その導入できるように仕込んだんじゃないかなというふうに僕は思いますね。あまりにも簡単にね、導入がバレるのが早すぎるやろうっていうね、って思うんですよ。もともとプレステのソフトは、追加したりはできないとはね、ウィキペディアには書いてましたけどね、導入ができるようにね、結局隠し機能としてね、ソニーが仕組んだんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。そうとしか思えないですよ。バレるのが早すぎますよ。まだね、発売されて半年なのに、PS クラシックはね、導入の仕方がバレるのが早すぎるんでね、わざと仕組んでね、裏座みたいな感じで、多分ね、仕組んだんだと思いますよ、ソニーが。それしか考えられないですよ。だからもともとね、入ってるラインナップがね、ちょっと微妙なラインナップにしといて、で、後で追加できるね、ゲームを追加できるということをね、前提にして作られたね、ゲーム機ではないかなって僕はね、まあ、勝手にそう思いましたね。はい。おそらくソニーがね、そうしたんじゃないかなって思います。うん。そうとしか考えられないですよ。まあ、任天堂はね、さすが任天堂ゲーム機はそういう導入がね、まあ、ゲームソフト追加するのは相当複雑なね、知識がないとできないようになってますけど、これは簡単にね、できますからね、ある程度のね、知識があればね。PS クラシックは、スーパーファミコンもファミコンもね、ゲーム追加できますけどね、相当工程が複雑で難しくてですね、なかなか知識がある人じゃないとできないと思うんですよね。相当難しいんですよ。だから僕もね、一応、その PS、ファミコンクラシックとね、スーパーファミコンクラシックのね、ゲームの追加の仕方をね、見たんですけど、全然覚えられなくてね、結局全然理解できなかったから諦めましたけど、まあ、レトロペディアとかがね、中古製のゲーム機であるから別にそこまでやんなくていいかなっていうのはありますけどね、正直ね。うん。カインね。強い。このエイっていう言い方が可愛らしいですね、このね。攻撃力が弱いのかな、この子は。ヘルムが遅いな、体力ゲージ。減らすのが遅い。なんか飛ぶ道具ないもんな、この女の子は。やばいな。やられるな、これ。あ、負けた。あ、キャラチェンジできないんや、これ。そのままなんや。ちょっとキャラチェンジできないなら、ちょっとリセットをしますね。違うキャラでちょっとやりたいんで。あ、そうか、再開ポイントになってまうのか。これでやれてたら。あ、そうか。っていうことは、こうやね。これでリセットすればいいんでね。はい、イエス。こうするしかないね。今度これ使います。エイジね。主人公ですね。エイジね。ソフィア。ポニーテールですね、この女の子ね。あ、飛ぶ道具ですよ。
あ、強いですね。ちょっとなんかこう操作感覚が 2D 対戦格闘に近いような感じありますよね。なんかこうコマンドとかもね、技のコマンドとかもあるし、バーチャファイターとか鉄拳みたいな感じじゃないですよね。ちょっと 2D 格闘に近いなんかちょっと技の出し方とかはね、感じがありますね。なんかストリートファイター EX の原点的ななんかそういうね、感じがちょっとありますね。あ、負けた。そういえばこれの二刀神バージョンのやつも出てましたよね。二刀神殿っていうね。そういえばまあそれはも今も確か持ってましたけど。でも強いなこの主人公。リーチの長い攻撃が多いから使いやすいけどな。あ、勝ちました。結構なんていうのかな、体力ゲージが減るの遅いから一戦に結構時間かかりますね。一発であれですか、あんだけしか減らないもんね。リンタですね。鞭を使うから女王様ですね、これ。オーロラレボリューション。もう使いやすいですね。勝ちました。いつでもお相手するわよ。ランゴー、これ強いですね、このオーロラレボリューションね。いや、等身での久しぶりにやると面白いですね。なんか 2D 対戦格闘にかなり近い感じが、操作感覚はね。鉄拳やバーチャファイターよりこっちの方が好きですね。やばいやばい、強いな。コンボみたいなの持ってるけど。もう女王様的な感じで、笑い方もね、キャラ的にも女王様やな、これ。西岡澄子みたいな感じですよね。まあちょっと古いけど。
使いやすいわ、このキャラクターも。あ、リングアウトや。初めてリングアウトや。いつでもお相手するわよ。あ、同キャラ？あ、ちゃうわ。さっきのカインや。カインやね。このオーロラレボリューションは綺麗ですね。強い。さっきもこいつに負けたな。いやでもこの当時でも結構なね、よくできてますよね、このゲームはね。この当時、バーチャファイターと鉄拳とデッドアライブと東神殿と、トバルナンバーワンっていう感じかな、ポリゴンで結構流行ってたのは。あと、武士道ブレードとかね。覚えてんのはその辺ですね。はい。ポリゴン体制格闘のね、時代でしたからね。僕はレトロゲームばっかりやってるからね、このグラフィックでも全然満足ですね。リアルに感じますね。負けました。はい、ちょっとキャラクター変えます。じゃあ今度主人公ですね。はい、あ、これ、まあ、さっきもね出てきた。これでやられたら終わりにします。この主人公も確かに結構使いやすかったと思うんですよね。結構攻撃力もある気がするな、なんか。勝ちました。攻撃力強いですね。完全にこれ超絶多戦格闘ですね。操作感覚は。ストリートファイター EX とか、ガラオ伝説ワイルドアンビションとかね、スターグラデュエーター2とかね、私立ジャスティス学園みたいな操作感覚に近いかなと思います。モンド、これ今日初めて出てきましたね、このキャラは。強いわ、この主人公は。使いやすいわ。一番使いやすいかもしれないな。攻撃力もあるしね。
はい、勝ちました。いっちゃり。いや、昔やってた時もこのエイジとね、あのエリスのね、2人をよく使ってたイメージがあるんで。よいしょ。やばいな、今回。あ、負けた。如意棒みたいやね。強いなこいつ。なんか師匠みたいな感じで、なんかの師匠みたいなね、感じの敵ですよね。棒術はなんか槍ですね。槍のなんか槍使いというか。武器対戦格闘って感じですよね。だからソウルキャリバーとかみたいな感じに近いかな。ゲームカーです。はい。等身伝はこれで。あら。削除して次の再開ポイントに戻す。あー、なるほど。選べるわけか。うん、まあ、どっちでもいいけどね。はい。はい。